ハイタイ、時計は午後10時30分回ったところです。小室由里のゆるサプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション専門家、小室由里です。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、占い癒し所八雲庵、琉球食系、 MJ リサーチ総合探偵社、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。待ちに待ったゴールデンウィークですね。ゴールデンしてますか？金ピカしてますか？どこ行くと？ゴールデンウィークどこ行くと？はいなんで熊本弁なんでしょうね。熊本かぶれになってまいりました。パーソナリティの小室由里です。よろしくお願いします。私はというと、ゴールデンウィークは普段ね、あちこち行ってて、なかなか家にゆっくりいられない時間が増えてきてしまったので、ゴールデンウィークはコーギーのクーさんをモフモフするゴールデンウィークにしたいと思いますこれエキスパートボイスのネタになってきたんですよね最近編集さんがこう台本を書いてくれてて、冒頭にね、今週こんなテーマでいきましょうみたいなちょっとした話題を振ってくださるんですけど、この質問したら小室さんまたコーギーネタで来るのかなっていうのをね、想像しながら書くんだそうですありがたいですね。定着してきたということです。はい、キッス FM 神戸でもコーギークーさんを流行らせたいと思っておりますいや流行んないでしょ。流行ったらいいな。はい、言い続けることって大事ですよね。ということで、この番組でも言い続けていきたいと思います。ではでは、今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、ゴールデンウィーク月間ということで、普段お世話になっている先生方にゲストに来ていただきました。今週は USP プロファイラー、あなたの強み発見サプリを担当していただいている押したり構造先生に来ていただいておりますよ。押したり先生の意外な一面もお聞きいただけると思います。楽しみにしていてください。そしてその押したり先生のコーナー、あなたの強み発見サプリ、テーマはセックスレスです。運命によってセックスレスになる人ならない人がどうやら決まっているらしい。そんなことも分かっちゃうんですね。こちらもご期待ください。そして DMM オンラインサロンが大人気です。占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、テーマはゴールデンウィークのお出かけ。ゴールデンウィークどこ行くと？さあ聞いてみましょう。番組では皆さんからのメール募集しています。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談をお待ちしております。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントいたします。ご住所、お名前、お電話番号を必ず明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。サプリなお客様、今週のサプリなお客様、この先生が来てくださいました。 USP プロファイラー押したり構造先生です。押したり先生、お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生にコーナーを担当してもらってもう1年弱になりますかね。この間 FM 大和さんゲストで出てましたよねはい、出させていただきました。ありがとうございます、はい、ねどうですか USP プロファイリング、なかなか耳慣れない言葉だったと思うんですけれども、うんうん、広がってますか？まだ実感としてはそこまで
ないけども確実にやっていただける人、まあ、お客さんもそうですし、お弟子さんになった方もそうですけど、実際にいいものだっていうふうに認識していただいているっていうふうには自覚してますけど、まだまだ知名度足りないですね。今日はね、おしたりウィークということで、ぜひ深掘りをしていきたいなと思っているんですが、まずこの USP プロファイリングって何っていうのを先生の方からご説明いただいてもいいですか。はい、じゃあ簡単に説明すると、 USP がユニークセリングプロポジションの略で、その人にしかない特有の強みを指してます。それをプロファイリング、要は統計データに基づいて解析するということをしてるんですけど、使うデータ、統計データは今現在のいわゆる脳科学でいうところの行動心理、そして、古いところで言うと戦術と呼ばれる領域から生年月日をベースに統計データを取られている学問である四柱推命、2つのデータを組み合わせることで今現在の自分と生まれた時の自分に必ず人間って歪みが出るので、この歪みから生まれている個人の悩みっていうのを特定してあげて、で、もともと持って生まれた強みにもう一度、導いてあげるっていうコンサルティングになりますね。まあ、四柱推命っていうところもそうだと思うんですけど、占いとか目に見えないものだと、やっぱり目に見えるものを扱っている人よりかはちょっとこう最初とっつきづらいというか、そのあたりを、まあ、自分の強みで言うと、まあ、この USP プロファイリングそのものの強みがリピート率 0% なので、それって強みなんですかね。確実に完璧に答えを出すから二度と来なくていいよっていう前提で全ての情報をお渡しするっていうことを心がけているので、顧客満足度はものすごい高い。その分やっぱり本当にリピートが来ない。まあこれ商売としてはいけないことなんですけど、ただ商売というよりはもう生き方でやっているから、やっぱり悩みをね持ってきた人は全部解消してあげたいじゃないですか。それで自分らしく生きれたらそれが万々歳だなっていうのがあって、そこを逆に売りにしている。実際にこの USP プロファイリングを押谷先生がやってみて、押谷先生自身が変わったことって何ですか。もともと一番初めに自分自身を徹底解析するんですよね、これって。はい、でそれで自分の人間性とか使命感とかそういったものが分かったので、その通りに生きれるようになってからは、寄ってくる人の質が変わったっていうのが実感としてあります。質ですか。うん、要は自分にとって必要な人、自分のサポートをしてくれるような人、人生において必要な人っていうのがなんとなく引き寄せられているような感じで出てくる、っていうのがまあ実感としてある。必要な時に必要な人が現れてくる。うん、その引き寄せの法則っていうんですかね、一般的には。その、はい、いわゆる、目に見えないものっていうのが実際にあるんだなっていう実感をするようになったかな。それまでって目に見えないものは信じないタイプですか。あ、それはない。うん、なんとなくそのあるんだろうなぐらいな感じだし、もともと都市伝説とか大好きだしね。ムーとか大好きなんですか。うん、そういう系好きだから特にそういう偏見とかそういうのはないです。そんな押谷先生のところに実際にお悩み相談に来られる方ってどんな方が多いんですか。今は時期的に言うと、まあ、お子さんとの関係性に悩んでいる主婦の方、はい、もしくは、まあ、旦那さんその他、不倫相手等とたかの関係で悩んでいる方なんかが相談に来る傾向が多いかな。うん、あとは自分の方向性っていうので、まあ、情報がありすぎてしまう世の中だから情報に溺れて自分が見えなくなってしまっている人、なんかの相談が多いですかね。男性に関してこういう相談内容ってビジネスのことが多いのかなって思ってるんですけど、意外とそうでもないんですか。男性の方でそれこそやっぱり来られる方っていうのは自分自身に悩んでいる人が多いので、ビジネスというよりはもう自分の本質、自分って何っていうところの悩みが多いかな。
男性が自分って何って結構それって悩んで悩んで来られる方が多くないですか。そうですね、だから男性の方がヘビーな案件が多いかもしれない。なんかそんな気がしますね。私も仕事柄やっぱり男性の方のお悩みよく聞くんですけれども、こうライトな感じで来られる方って実はいないよなって。女性の方が割と何でも聞いてみようぐらいな感じで、とりあえずっていう方が多いかなっていう感じがあるんですけどね。その通りで、男性側の方がやっぱり本当に真剣にヘビーな悩みを持ってきやすい傾向にあるかな、やっぱり。さて、この USP プロファイリングなんですけれども、この夜サプリとも連携させていただいている FM ギノワン、毎週日曜日朝の11時からやっているゴルファーズプロファイリングでも披露されてますよね。はい、それはもうプロゴルファーに特化してこのプロファイリングを適用するということでやらせてもらってます。プロゴルファーの石和田俊彦さん、これ中島恒之さんを復活から優勝に導いた名トレーナーなんですけども、はい、この、石渡さんとコンビを組ませていただいて、石渡さんがスイングの解析、僕がメンタル部分の解析、という2つの点から今いるプロゴルファーを勝手に1人チョイスして、ああだこうだっていう勝手に1人ですね勝手にチョイスしてああだこうだ言ってるっていう番組です。その中で前ね、石渡さんのゴルフ理論とかそういうのも知識としてシェアしていくっていうことで、聞くだけでスコアがアップするっていうのを目的にもやってます。ちょうどタイムリーな話だと、先日石川遼選手がホールインワン決められましたよね。はい、そんなようなお話もされてるんですか。ホールインワンに関してはどうなんでしょうね。もうやっぱり自分の精度っていうものが一時その日反映されていて、あと運の要素はあると思うんですけど、地中水銘プロファイリングに使ってますけど、その地中水銘の中でも月の気の流れ、または週の気の流れ、年の気の流れっていうのも見ることができるんですよね。できますね。なのでこの日も1日の中でも2時間おきに流れが変わるので、それすらも分かってやっていると、まあよく番組の中でも言うんですけど、いい時って別にその運がいいって感じないと思うんですよ。はい、運が悪い時だけ責任転嫁すればいいと思ってます俺のせいじゃねえとそうそう、ああもう今運気が悪いからしゃあねって言って、運の悪い時だけ責任転嫁するっていうのが一番いい生き方だと思うんで、次行こう次って思えないとなかなかね、難しい人生を歩まれてるなっていう方多いなっていう気がします。そのための責任転嫁の材料だと思っていただいて。分かりました。この USP プロファイリングなんですけれども、受けるのにはどうしたらいいですか。ネットで USP プロファイリングで検索していただくと、おそらく1番2番あたりに私の、LP が出てくると思いますので、はい、そこから申し込むことができますし、個人的につながっている方はメッセンジャーで日程の調整をしていただければと思います。はい、ありがとうございます。ちなみに価格は今は90分で1万8000円プラスチップでやってます。チップでやってるんですね何ですかそれは1万8000円は私の労働給料みたいなもんなんで、最低くださいっていう部分で、はいはい、満足したらチップで上乗せしてっていう仕組みですちなみにそのチップは、現金以外でもなんか形に残るものでもよかったりするんですか。あ、もう気持ちの部分であればいいので、別に金銭じゃなくてもいいですし、おしたり先生スイーツ男子としてもね、非常に名高いあ、そうですね、スイーツの情報だけでもありがたいですね。おしたり先生のところにじゃあスイーツのチップを意外に一番嬉しいかもしれないと思いますこの USP プロファイリング、実際に自分もやりたいと思ったら勉強することができるんですか。学べます。今、2期生募集中になってますので、はい、12時間で26万4千ですけども、最も最速で学べる四中水銘っていう USP もあるので、まあ、そういう意味でまず簡単に手っ取り早く自分のセカンドキャリアじゃないですけどスキルを身につけたいっていう方にはおすすめです。さて最後になりますが、1年ご一緒していただいているおしたり先生からリスナーの皆さんに一言お願いしてもいいですか。
はい、このヨルサプリでは若干最近人格が破綻してるかもしれないっていうちょいちょいいじってきますよね。はい、まあそういう、まあ、この番組だからそっちにあえて寄らせてるっていうのはありますけど、今ねこのインタビューの話では一応真面目な人間なのでこのサプリ用にそういうキャラクターでやらせてもらってるっていうのもあるので、そっちもできるんだよっていう意味で両頭使いだと思っていただければいいかなと思いますので、はい、これからもこの番組仕様でやらせていただきますので、はい、ありがとうございます。いじっていただけると私もどうやって今回打ち返そうかなと、コメントをいつも楽しみに聞いておりますので、今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週のサプリなお客様、 USP プロファイラー押谷幸三先生でした。それでは後半の押谷先生のあなたの強み発見サプリへと続きます。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラー押谷があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷幸三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月1週目はあなたの強み発見サプリ、ご担当いただくのは先ほどゲストに出てくださいました USP プロファイラー押谷幸三先生です。5月はなんと小室由里が最も得意としているセックスレスについてお話をしてくださるそうですよ。それでは押谷先生、引き続きよろしくお願いします。あなたの強み発見サプリ、 USP プロファイラーの押谷です。行動心理と四柱推命を組み合わせた統計と分析であなたの運命と運勢と強みを鑑定しています。 USP とはユニークセリングプロポジションの略で、他のものにはない強みを言います。今回のテーマはセックスレスになる星の話です。先日不倫相手と結婚をしたいんで相性を見てくれという依頼がありまして、理由を聞いたら体の相性がいいと、だから今のセックスレスの妻と別れて彼女と結婚したいんですっていうことだったんですね。で、2人の相性と星の配置を見てみましたら、確かに恋人相性と肉体相性むちゃくちゃ良かったんですが、これ結婚したら終わるなって思いました。まず夫婦相性がないという部分がありまして、これよくあるパターンで、恋人相性はいいんだけど夫婦相性はないってよくあるんですよ。この場合は結婚しても恋人同士としての生活をしてくださいっていう意識で OK です。結婚後も下の名前で呼び合う、子供が生まれてもパパママという表現は使わないなど、夫婦という概念を持ち込まなければうまくいきます。ここに今回のテーマであるセックスレスの星が加わってしまうと意味が変わっちゃうんです。この星、
家庭内だけレスになるという特殊な性欲になるんですね。男性がこの星を持つと嫁だけ ED という現象が起きます。この悩みを持つ方いると思うんですけど、妻にだけ立たなくなったんじゃないんです。そういう星のせいです。このセックスレスの星はもともと性欲は旺盛です。したがって初めは夫婦で楽しめるわけですけども、あり余る性衝動がパートナーだけでは飽き足らず刺激を求めるようになります。そのため複数の不倫、セフレも多数という状況になりやすいです。結局家庭内のセックスだけがマンネリ化してしまい、興奮しなくなってしまうという流れですね。男性はラブホテル行きがち、女性は旦那様にだけ潔癖症という形になりやすいです。パートナー以外には積極的でみだらになります。ここで最初に出た不倫相手と結婚したいっていう男性の話、男性の方にセックスレスの星があったので、不倫という調味料がなくなったら冷めるよという鑑定になりました。誰と結婚してもいずれそうなるので、このまま不倫でいいんじゃねってアドバイスして終了です。間違っても私不倫を推奨してるわけじゃないので誤解しないでくださいね。そういう星を持っている人にそういう流れの話をしただけです。というわけでお待ちかね、皆様ご存知のあの方はこの星を実は、あかん言ったら抹殺されちまう、汗汗。でもあれだけ魅力的なら相手がほっとかないと思うけどね。そこに完全回避と全吸収という相反するチート能力をお持ちなので、中途半端な対応はしないでしょうね。どっちを出すかは彼女次第です。なんか異世界転生したらすごそう。というわけで本日はここまで。あなたの強み発見サプリ、提供は USB プロファイラーのおしたりがお送りいたしました。それではまた。完全回避と全吸収、なんか鬼滅の刃っぽくないですか。私もそういう1の完全回避の方、2の全吸収の方なんていうのを持ってるんですかね。これ自分の中に確かめてみたいと思います。これおしたり先生に聞けばいいですね。はい、聞いてきます。おしたり先生ありがとうございました。あなたの強みを引き出す USP コンサルト、四柱推命行動心理学を用いたプロファイリングで生きるのがもっと楽になります。お問い合わせはインターネット検索 USP プロファイリングでお願いいたします。またおしたり構造先生とプロゴルファーの石渡俊彦さんのラジオ番組ゴルファーズプロファイリングがFM ギノワンにて毎週日曜日午前11時からオンエア中です。ファンゴルファーのあなたはぜひ聞いてくださいね。踊れ踊れ私の占いサプリ。 DMM オンラインサロンが大人気です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占っていきます。ゴールデンウィークはお出かけしよ編です。さあゴールデンウィークどこに行くのかな。私はコーギーのクーさんをモフモフするウィークです。それではセクシーにお出かけしましょう。おひつじ座、掘り出し物を探しにアウトレットに行きましょう。でも一番の掘り出し物は目の前にいる私でしょ。おうし座、自然の中贅沢なグランピングしましょう。バーベキューの後のデザートは私やだエッチね。双子座、バスツアーも復活してきてるんだって。いちごを食べたりお酒を飲んだり誰も見てないところでチュッってしてみる。ガニ座、ことを巡るのはどうかしら。京都で湯葉なんか食べてみたいわ。獅子座、小物の手作り体験に行ってみない？終わった後はもっとすごい体験しちゃいましょ。乙女座、新スポットの歌舞伎町タワーに行ってみましょうよ。
映画みたいなサイバーパンクな屋台村が面白そうね。天秤座、日帰り温泉に行きましょう。お肌がすべすべになったらあなたに確かめてもらっちゃうんだから。サソリ座、神社巡りも良さそうよ。二人のご縁をおみくじで占ってみない？いて座、急だけど海外旅行行かない？もしくは海外モチーフのテーマパークも楽しいわよ。ヤギ座、観光地はどこでも人が多くて大変。美術館で絵画鑑賞なんて素敵じゃない？水亀座、あてもなくドライブに出かけたりしたいわ。行き先を決めずに行けるところまで行きたいの。魚座、40周年のディズニーランドに連れて行って。そして今夜は0時を過ぎてもあなたのシンデレラにしてくれない？占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務、漢数字の8に空の雲と検索をしてみてくださいね。今週は1エッチいただきました。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。引き続きゴールデンウィークにちなんでお世話になっている先生方に深いお話聞いていきたいと思います。来週は2週目探偵サプリご担当いただいております探偵の若梅秀隆さんに再びご登場いただきます。探偵しか知らないあんな話こんな話聞いていきたいと思います。楽しみにしていてください。そしてもうこの番組はおなじみですよね。土曜の朝の始まりラジオ、キッス FM 神戸、 BNI 神戸東プレゼンツ、エキスパートボイス。土曜日の朝7時から10分間、マーケティングチーム BNI 神戸東のメンバーをゲストにお迎えして、エキスパートのビジネスのお話を伺っております。まだ聞いたことないよというそこのあなたは、ぜひ一度聞いてみてください。ラジコで視聴可能です。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。美しい唇であるためには美しい言葉を使いなさい。美しい瞳であるためには他人の美点を探しなさい。アメリカの女優オードリー・ヘップバーンの名言です。美しい唇であるために、美しい瞳であるために、どんなに高い美容品を使ったとしても内側から出てくる美しさにはかなわないってことですよね。私もどんどんいいところ探していきたいなと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私から